あー皆さん、こんばんは。えーとね、じ、今日はね、あの、えー、ジオバーサスディケードのあの、シーンのジオっていうのこれ、なんかね、1話だけちょっと見させてもらったんだけどね、あれ、ちょうどタイミングよくちょっと今日早く帰れて、まあ、こっちのしかぶっちゃけ見れてないんだけどね、なんか、えーと、もう一方のなんかのあの、方はちょっと残念ながら見れんかったんだけどね、こっちのだけ見たんだけど、まあ、でも結構、1話だけ見た、 感想やけど面白かったねこれうん、うん、俺ね東映特撮ファンクラブぶっちゃけ会員になってないんやけどちょっとこれは、うん、課金しても見たいかなってなりましたね本当にまあなんか舞台はねなんかまああんまりこれ話すとネタバレまあでも見ほとんどこっちの方はほとんど見とる人も多いんじゃないかなと思うけどうん、まあ、ぶなんかね舞台はなんかえー、ななぜかねなんかインベスが出てきててあの ラインベスがいっぱい出てきててそいつらに人類がねなんか苦しめられてる世界みたいな感じで、うん、まあそんな中でねなんかその中にあの GO のメンバーらがいたっていうねなんか学校になんか。 いてなんか学校もだか,らだからインベスが入ってこれんようになんかね封鎖しててそんな,なんか生徒らが立てこもっててそこで生活してるみたいな感じでんかまあ教師役の人にねなんかあのスウールツの人もいてうんまあウォー,ウールとねオーラもなんか全然違うキャラになっててまあなかなか良かったねうんまあ面白かったですわなんかなんかうん。か、えー 3人まで出てきたか。うん。なんかね、ジオ王対ジオ王の戦いがなんか2話あたりから始まるそうで、なんか、この要するに、父の滋王がなんか、誰が生き残るかみたいな感じになるのかな、あれ。まあ、さんもね、一応なんか、えー、車でど、なんかどっかに向かってる感じでね、ちょろっとだけ出演してたけど、まあ、ウォーズはね、ちょっと見か、見なかったな。 うん、まあねなぜかヘルヘムの森に人類が侵食されててもうくやばい感じになってるっていう世界だったけどね。っていうかヘルヘムの森って確かあれはなんか、えー、カツアバコウタが神様になって解決したんじゃないかなと思ったけどまあねでも、まあ、まあもし。 イフみたいな世界やったけどね。なんかまあでもこれちょっと続編楽しみですね。まあぜひね見てみようかなと思います。俺はね、うん。まあねなんかネオディケイのコンプリートフォームも,もう登場するってのがもう確定になったみたいで、まあこれはねちょっとね楽しみですね。やっぱ本当。まあ俺どまあジオも好きなんやけどね。俺ぶっちゃけ俺でディケイの方が好きでね、うん。 まあ、特にネオディケードはかっこよくてね、本当に。うん、いや、ちょっとこれはね、うん、課金しても見る価値あるかなとは思いましたね、本当。じゃあ、まあそういうことです。まあちょっと今後の動き、ちょっと楽しみですね、このジオバーサスディケードはね、うん。じゃあ、そういうことです。では。